はい、それでは、文献紹介の方を行っていきます。誤り分析に基づく、日本語事実性解析の課題抽出という文献を今回は紹介します。B4 の海沢由紀が発表させていただきます。で、まあ、今回の紹介する文献は、こちらになっています。で、まあ、キーワードとしては、事実性やモダリティ、機能表現等の、まあ、キーワードが挙げられます。で、まず概要について説明していきます。事実性は文中の事象の性比について著者や登場人物の判断を表す情報であります。で、その事実性解析には機能表現や文節表現を超えた文節境界を超えた事実性に影響を与える話やそのスコープなどの4種類の問題が含まれており、性能の向上が容易ではありません。で、本論文では事実性解析の課題分析を行うために、機能表現を用いたルールベースの、事実性解析機を構築して、1533文における、まあ、含まれる、1734事象に、まあ、それらを解析して、で、その実際の誤りを分析しました。で、まあ、その結果ですけど、まあ、主事象の事実性解析については、機能表現と意味ラベルが正しく解析できれば、まあ、現在の意味ラベル体系と、まあ、本研究を用いたそのルールベースの事実性解析機を用いるだけで、まあ、90% 近い正解率を得られることが分かりました。で、まあ、導入に入っていきます。で、近年では、まあ、膨大なテキスト情報が、まあ、ウェブにあふれてそれが利用できるようになっています。で、まあ、これらの情報を整理して、まあ、そこから有益な情報を得るためには、まあ、この誰がいつどこでっていう情報だけではなく、文に記述されている事象が実際に起こったのかそうでないのかというものを、まあ、解析する必要性があります。で、このような文中の事象に対する、まあ、著者や、文中の登場人物の性比による、性比の判断を表す情報を事実性と言います。例えば、まあ、以下に示すこの商品をA を使い始めた、使うのは簡単ではなかった、使ってみたい、使っているわけではない、使っているはずだというその語文について、まあ、いずれも商品 A を使うという事象が含まれています。で、しかし実際に事象が成立し商品 A を使っている文章は、まあ、文 A、文 B のみで、 C、文 C、文 D では、まあ、これらは商品、まあ、事象は成立しておらず、また E では事象の成立を推量使っているはずだという推量をしている文章です。まあ、これらの中から文章商品 A を使っている、まあ、情報のみを実際に抽出したいということを考えると、まあ、単に商品 A を使うというものを照合するだけでは C や D といった実際に商品を使っていないユーザーの情報まで抽出されてしまうという問題があります。で、まあ、こういう問題に対して事実性解析が必要となります。で、事実性解析の性能向上が困難である理由は事実表現に続く機能表現の多様性にあると考えられています。まあ、例えば使わない、使うわけない、使わねえ、使うもんかのように、まあ、事象が成立しないことを表す機能表現はもう複数多数存在します。で、また機能表現以外にも使うのをやめたのように文節境界を超えて事象の不成立を、まあ、示唆するような述語の存在もあって、これらの要素の組み合わせが事実性解析の性能向上を、まあ、阻んでいるというふうに考えられます。で、そこで著者らは事実性解析の課題分析を行うために機能表現のみを用いたルールベースの事実性解析を構築して、まあ、実際にその誤りを分析したという形になっています。で、先行研究によって事実性解析に関連する言語要素は文内で大きく4つに分けられていると考えられています。で、まあ、それは事象に含まれる機能表現で、疑問詞を含む副詞で、文節境界を超えて事実性に影響を与えるごとそのスコープ、そして、まあ、その他の大まかに、まあ、4つと考えられています。で、まあ、それらの対応関係を、まあ、このような図に示したものが、こちらになっています。で、ここで事象の中心的な述語を事象表現、まあ、こういうものですね、事象表現と呼び事実の、事象の事実性は、まあ、これらの事象表現に割り当てられると定義しています。で、また文中での出現位置によって、事象表現を、まあ、2種類に分割しています。で、1つは文末にある主事象で、もう1つは、まあ、文中の中にある従属事象という形に分けています。
で、まあ、述中の矢印はその言語要素がその事実性に対して どのように影響しているかというものを表した文になっています。で、まあ、表表現に直接後続、まあ、この中でその4種類が、まあ、事実性の、まあ、解析に関わってくると言ったのですけど、まあ、その中でも、まあ、今回そのルールベースの、解析表を作成する上で重要な、まあ、この事象に含まれる機能表現の機能表現の部分について少し説明していきます。で、事象表現に直接後続する機能表現の問題は多義性と表現の多様性の 2つですね。多義性と表現の多様性の2種類に分かれます。で、多義性については、まあ、例えばこの文章でいくと太郎は走っていたんでしたよねという、まあ、態度を表す文章であり、こちらは太郎は走っているんですよねという疑問を示す文章になっているんですけど、まあ、これらはいずれもよねというものが、まあ、出ているため、まあ、これを単純に解析すると多義性を解消する必要性が、まあ、出てきます。で、また表現の多様性については先ほど言ったように同じ否定であっても、まあ、柱ないであったりわけないであったりねえであったり門下という形で、まあ、複数のその表現が存在するため解析が難しくなっています。で、これらに加えてさらにこれらを組み合わせたものが表現としてあるため、例えば太郎は走れなくなるようだといったものや太郎は走るかもしれないといった文章など存在し、実際の解析に影響を与えています。で、事実性はそのさっき述べたこれですね、ここで述べた、まあ、各言語要素が単体で影響するだけでなく、まあ、組み合わせによって決定されることが多いです。で、課題分析においては、まあ、複合的に影響する要素は可能な限り切り分けることが重要であると考え、まあ、機能表現でのみで決定可能であるかという点と、まあ、分節境界を超えて後続する述語や機能表現の影響を受けるかという2点に注目して課題を、まあ、このように切り分けました。まあ、ここでちょっと紹介する受注事象では、まあ、機能表現のみで決定可能なのか、まあ、副詞の影響を受けるのかという形で、まあ、2つに分類して問題を分析していくという形になっています。で、まあ、これによって、まあ、まあそうですね、このような形で分類されています。で、まあ、実際の分類についてちょっと入っていくんですけど、まあ、どのようなラベル付けをするかという意味で、まあ、事実性ラベルというものをまあ用意しているのですけど、まあ、その事実性ラベルについては、まあ、3種類の確信度と3種類のまあ公比曲線の2軸に分けた分析を行います。まあ、例えば、13だったらまあ確実で、プロバブルだったらまあおそらくで、こっちだったらもういやちょっとわからない曖昧っていう形で、まあ、縦に3種類、そしてポジティブネガティブは、まあ、ネガティブは否定でポジティブは肯定という形の分類になっています。で、まあ、これらの軸によって3種類の軸にすること、2種類の軸にすることによって、まあ、これらが課題分析に有効であると筆者らは考えています。で、まあ、実際にその機能表現の、意味ラベルを用いた、解析モデル、まあ、実際に作成したそのルールベースの解析機器は、まあ、単純なルールベースを用いてやるので、まあ、以下のような形で、あのルールベースの分析表を作成しています。で、まあ、これは、各事象表現が後ろにある機能表現の意味ラベル、あ、ですね、事象表現の後ろにある、まあ、機能表現によって、まあ、その解析を行うといった形ですね。で、まあ、機能表現の意味ラベルが否定や、まあ、否定詞といったようなものであった場合は、公比判定曲線を反転させる、先ほどの表でいくと、まあ、ポジティブとネガティブを反転させるといった形になっています。で、機能表現の意味ラベルが推量や不確実であるような場合は確信度を下げるという形になります。この確信度はまあ縦ですね、このサーティンがプロバブルに下がるような形になっています。で、まあ、機能表現の意味ラベルや疑問や勧誘の場合は、まあ、事実性を悠々にするといった形で、まあ、ここですね、この分からないような状態にしてあげるというような、まあ、分類を行うような形になっています。はい。で、まあ、実際に先ほどのもうこの簡単なルールベースによって作成した、まあ、解析機によって、まあ、実際に
文を解析して、まあ、どのぐらいの性能があるのかというものを実験しました。で、拡張モダリティタグ付与コーパスに含まれる6362文のうち、まあ、主事象を機能表現に1つ以上含む文章5198文あるんですけど、まあ、そのうちの 30% である1533文をランダムに抽出して、まあ、課題分析の対象としました。で、まあ、この1533文の中には、まあ、3734個の事象が含まれており、まあ、それらに対して筆者らが手動で意味ラベルを付与しています。で、まあ、先ほど構築した単純なルールベースの事実性解析モデルとの、まあ、比較を行うために、まあ、既存の研究によって、まあ、分かっているその既存の組成を組み込んだ、モダリティ解析機ズンダとの比較を筆者らは行っています。で、まあ、結果がこのようになっています。で、まあ、この結果を見るとまあ、こちらがルールベースでこちらが、機械学習のズンダですねによって得られる結果なのですけど、まあ、結果を見ると機械学習のモデルとそのルールベースで単純な先ほどの3種類のルールで作ったものと比較しても、まあ、ほぼ同じぐらいの性能を示していることが分かります。で、まあ、このことからこのルールベースのモデルは極端に性能が悪いわけではなく、まあ、このモデルを用いた誤りを分析することで事実性解析の課題分析を行うことが、まあ、妥当であると言えると言えます。まあ、そうですね、若干性能が高いぐらいの値を実際に示しています。で、まあ、先ほどの解析で、まあ、1533、こちらの結果は、主事象に対する、まあ、事実性解析の結果になるんですけど、まあ、その1533事象のうちの、まあ、あ、すいません、1533事象のうちの、まあ、1293について、まあ、ルールベースの場合は正しく分類ができていると。で、じゃあ残りの残りの240事例について、まあ、分析をすることで、まあ、その機能表現、まあ、どのような誤りがあったのかということを分析することで、まあ、実際の事実性解析の課題が、まあ、分かってくるという形で、まあ、筆者らはその誤った240事例について分析を行っています。で、その分析を行うと、まあ、機能表現のみで、こうですね、機能表現のみで決定可能な事例がまだ4割以上残っているという形で、これらは先ほどのルールベースの、まあ、ルールを改善していくことで、まあ、正確に分析することが可能になります。つまり、まあ、先ほど言ったそのここで表した1293事例と事象と、まあ、ここの事象を合わせることで機能表現のみで 90.5% の正解率を上げられるということが分かっています。で、また、まあ、機能表現の以外の間違いを見ていくと、まあ、副詞が約半分ぐらいを占めていることが分かります。で、まあ、副詞でまあ、どういう誤りがあるかっていうのが、まあ、この例になるんですけど、まあ、やはりこのご時世きついのではないでしょうかという疑問がありますが、まあ、これらはこのでしょうかの疑問だけでは、まあ、不十分であり、副詞と機能表現を合わせて解析する必要性がある事例の一部であります。で、いずれの事例も、まあ、疑問の機能表現がここに後続しているため、まあ、実際のそのルールベースによる主事象の事実性は悠々というふうにその分からないというふうに判断されました。しかしながらこの14の A に関しては、まあ、問いかけであるにせよ、まあ、その推量の意味合いが強いため正解は PR プラスその、まあ、おそらく肯定であるというような解析が正解となっています。まあ、このように実際に副詞と、機能表現が組み合わさることでその事実性が変わってくるということがあるため、まあ、やはりやどうやってのような副詞を手がかりとして、まあ、それらを組み合わせて解析することが、まあ、その誤ったものの正確に分類するためには必要なのではないかと考えられています。で、まとめなのですけど、まあ、機能表現のみを用いたルールベースの、まあ、事実性解析機を構築して、まあ、1533文に含まれると3734事象を、まあ、解析しました。
まあ、意味ラベルが正しく付与されていれば、単純な規則だけでも 90% 近い正解率を得られることが分かりました。で、まあ、機能表現解析の問題を除けば、複式に起因する誤りを研究することで正確な、まあ、解析が行えるのではないかというような結論になっています。これで発表を終わります。ありがとうございました。